月5日は子どもの日、川崎市では市内の良い子たちを向こうが丘遊園地に招待しました。この催しは毎年行われているもので、子どもを中心に家族そろって楽しい一日を過ごしてもらおうとするものです。花と新緑で覆われた美しい園内は、終日明るい顔の良い子たちでにぎわいました。また大師小田の良公園に子どもの夢を育てる遊び場ができました。小田公園には高さ4メートルの円錐形の小山があり、滑り台や階段などがつけられています。大師公園にはクジラのような形のものを中心に砂場があります。変化に富んだこの2つの遊び場は毎日子どもたちの人気の的になっています。